ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。マイクラに夢中なレゴラジですが、レゴのマイクラ熱も再び上がってきましたよ。ということで、今回もブックオフでゲットした中古レゴです。かなり前に動画にしましたが、これ結構いいセットです。ドクロアリーナですね。これってオーバーワールドですよね。これはレゴのオリジナルの建物なのかな。目のところがポーションなのできっとそうですね。こちらのセット宅は廃盤になってるのでめっちゃ高くなってます。今回のドクロアリーナもアマゾンでは4200円になっていました。今回のスキンのミニフィグはこのセットだけみたいなので高くなるやつです。レゴラジは3個目だけどね、笑。完成です。それで歯をゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。まずはミニフィグから。多分名前はない、スキンのミニフィグ。スカルアリーナプレイヤーエキトに。金の剣と鉄の斧がついています。そしてチェストには盾と弓。盾はあんまり入ってないですよね。最近だとピリジャーのセットに入ってます。いい感じ。盾って使いにくいけどかっこいい。弓はいろんなセットについています。スケルトンが入ってるセットとか、キラーバニー。ここのパーツが欠品。ここは白のタイルですね。あと、キラーバニーは今後手に入らない可能性が高いです。このセットにしか入ってないので、やっぱりこのセットは高くなりそう。キラーバニーを倒して回復ポーションをゲットする。あれ？あ、逆ですね。わらわら。ここで製品説明。こちらのセットは2018年発売。198ピースでミニフィグは2体。あとウサギ。当時の価格は2400円くらい。レゴラジはアマゾンで2040円で買った履歴がありました。廃盤品になりますので、現在は倍以上の価格になっています。気になってる方は、お早めに、もしくは中古未開封を探しましょう。ほんと、買い時って難しい。廃盤になってから欲しくなる。レゴあるあるですよね。でも、発売日に買ってそのまま積んである。レゴあるあるですよね。他にもたくさんマイクラレゴの動画がありますので、見てやってください。あとゲームのマイクラも、ちょいちょいやっております。先日はこの金リンゴを使って村人ゾンビを治療しました。わら。木材を集める作業員も募集しております。ぜひ、Twitter からご応募ください。この黒いのは黒曜石ですよね。こっちは泣いてる黒曜石なのかな？これ綺麗ですき。ということで、今回は中古のドクロアリーナでした。欠品がちょっとありましたが、大事な部分はちゃんと揃ってました。
価格は微妙ですが、満足いく内容でした。本日のサムネはこれに決定。ご視聴ありがとうございました。